ということで皆さん、結構前に任天堂とレゴがコラボしてマリオのなんかレゴを出すっていうことで、結構ちょっと不気味なマリオのレゴをね出したっていうことで、まあニュースになったんですけども、今回さらにレゴでファミコン、まあアメリカの NES ですね、任天堂エンターテインメントシステム NES、 NES って言われてますけれども、それをねレゴで作るというものが、でそれが売るのかなっていうね、まあトレーラーがあったんで、それをね一緒にちょっと見て欲しいかどうかっていうのをね決めていこうかなと思ってるんですけど、はい、こちらでございます。 I'm LEGO lead designer Jonathan Benning. ジョナサン・ベニックさん。 2020 marks the 35th anniversary of the original Nintendo Entertainment System. もう36周年。 And we're feeling a little nostalgic, which is why we're excited そしてなんと LEGO で LEGO NES 作ったらしいですよ、これ。 This incredible brick build set includes the iconic NES control deck and a retro-style TV that revolutionizes classic 8-bit graphics. そしてテレビも作って Everything will instantly feel familiar to NES fans. アンテナつなげて、From plugging in your controller to loading your favorite game console. お前それしたら錆びるぞ。端子が錆びるぞ。And when you're done building, で、まあゲーム自体はプレイすることできないんだけど、こうくる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 するとマリオをプレイするっていうことができるらしいですよ。And Lego Mario from the Lego で、レゴマリオを接続すると音楽が流れ始めるらしいよ。ほら、Now you're playing with power. ここレゴマリオ購入してつなげると And bricks. We hope you enjoy the new Lego Nintendo Entertainment System as much as the original NES. そう、ここなんですよ。このレゴマリオを刺すとこのバックグラウンド勝手に歌って、まあ、音が出てくるかなって。ほら見て、ワッフーとかジャンプのワッフーとかいうようになるのか。ここがちょっと気になるところでございます。あのね、ぶっちゃけ言うとレゴマリオの方は俺はうんーって思ってて、なんかぶっさいくな顔してるし、見てこれレゴは、これよ、ここねえ、なんかなんでこれ微妙と思ったんだけど、このファミコン作れるっていうのがね、任天堂エンターテインメントシステムが作れるっていうのはすごいなと僕は思っておりました。ただ日本のファミリーコンピューターは作れねえのかな。なんかそれも、なんかそのバージョンも作ってくれませんかねっていうところが僕はちょっとね気になってるところですけれども、皆さんどう？これ欲しいと思う？僕はね欲しいけど多分高いんだろうな。最近あのね、レゴの高さ最近だってね実感し始めてるんだけども、子供の時はなんかレゴ買ってもらってそんな気にしてなかったんだけども、今レゴの値段見るとさ、普通にガンプラ買うより超高いのね、あれびっくりするもん。だからお値段とかねあんまりここら辺書いてないっぽいんだけど、ほらちょっと待って、ちょっと待って、嘘やろ。はいはいはい、簡単に、え、嘘、$229、$230、うわえ、うわすごいけどさ、$230すんのこれ。 This cost $230? Oh, wow. やっぱ似て、あのレゴたっけえな。うわこれはね、いやー買いたいと思ったけど$230か、ちょっと高すぎるかな。ちょっとね、だってさ、アストロシティミニの倍以上なんだよ。あ、倍以上じゃねえや、倍ぐらいか。いや日本円にしたら2万5000円ぐらいですね。2万4000円ぐらい高っ。どう、でもこれはね気軽に買えるお値段ちゃいますわ。気軽にクリック購入ってできるお値段ちゃいますわ。でもそうなんだよね、レゴにとって多分これぐらいが普通のお値段なんですよね。この他のものとかバットマンとかのレゴ見るとさ、あでも
見て、これが100ドル、これが1万円なんですよね。これ以上のパーツあるから、このバットマン系が100ドル、2646ポイント、ピース入ってるらしい。あのバットマンはほらこれ1000ピースだから、ピース的に言うとこの100ドルのバットマンの倍以上入ってて230ドルだから、妥当っちゃ妥当なんだろうね。レゴとしては、レゴとしてはこのピース的に考えると、あの任天堂ブランディングで高くなったとか関係なくて、その入ってるピースとか合わせて230ドルなんだろうね。そうだよね。ただギミックとし的にはこのギミック結構すごいとは思うけど、案外シンプルなのかな。だって結局すごいギミックって言ったらこれだもん、このくる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 。ただ新しくはないよね。レゴにはもうすでにこうやってくる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 回せるなんか系のものあったじゃん。だからそのそれをテレビとして使用しただけだから、別に新しい技術を使ってるわけ。唯一新しい技術はあのマリオよね。あのマリオ上に乗せてフッフーとか、こいつよこいつ、これが新しいギミックやから。でも233ドルか、これは考えちゃうな、これは考えちゃうな。いやでもこのピースかいいね。いやーどうする、みんなは、みんなどう、これは買いと思う、教えて。はい、ってことでね、こちらの方が僕的には買うかどうかわからん任天堂レゴでございます。